はい、どうもヒョードルです。ワイルドアームズザフィフスヴァンガードを続けていきたいと思います。今日も今日とって前回に引き続きですね、隠しボスをさらっていこうと思います。最初から行くところに行っときゃよかったんだけど、なんとなく始めちゃいましたね。次はポンポコ山行きたいと思います。じゃあまあいつも通りね、まあいろいろ宝箱あさりとかもね並行してやってるんで退屈になっちゃうので、封印中のあたりまでバーッと走っていきたいと思います。岩がいっぱいだ。やっと見つけた。いやマジね、めちゃくちゃ道に迷いました。一応ディテクターなんもないね。オッケー、すげえ大変だった。よしやったるで。まあボス自体はね全然強くないと思うんだけど、多分。おっていうかもうグラフィックが普通の雑魚じゃん。いや今日痛えわ。っていうか、あ、痛い。キャロルが危ない。意外と強いぞ。やべやべやべ、舐めてる場合じゃなかった。こいつらめちゃくちゃ速い。反応、けど642か。そんな、あ、けどレベル高っ。なるほどね。結構強いね。めちゃくちゃ舐めてたわ。しかも、あのさ、属性ヘックス取るのやめてくんねえかな。弱点は地属性弱点なんだよね。じゃあハイブレイクを、だってハイブレイクをさ風属性ヘックスに使ってこれですよ。強えな。ちょっと今うち控えがクソ雑魚なんでやばい、結構やばいけど移動してほしいから開けといて。おいディーン頼むよ。オッケー、カウンター素晴らしい。まずはハイヒール。ルカーディアでもよかったけど、いやこれ超強いね。やばいね。やばいやばいよ。でさでさ、これさ結局くそ。いや、うん、火は無効でしょ。これめんどくさいな。とりあえずリバイブ。まずは足場を固めましょう。どうだっけ、火属性ヘックスがレイチェンジしたら地になるんだっけ。ソニックビジョン、だったかな。風属性が水になるんだったかな。ちょっと覚えてないんだよね。まあちょっとでもダメージ与えておきましょう。これちょっと意外な強さだ。やべえやべえ、真剣にやんないと。うー、ドキドキする。瀕死になれ。オッケー、ここはエクステンションハイヒールいっとこう。 FP もったいないっちゃもったいないけど、 OKOK。 ミストクロックマジいいね。あ、っていうか地属性ヘックス押さえといた方がいいな。ガードして、キャロルはこっち1個移動 C のガードでもいいんだけど、ハイブレイクちょっとダメージ与えておきましょう。いやマジなんかミストクロック、一応 50% の確率で避けるってことになってんだけど、 50% どころじゃない感じしますね。
キャロルもライアンズシールドじゃなくてミストクロック装備した方がいいな。どうしよっかな。リーンもこっち行ってヘビークラッシュ。ここに埋めてやるぜ。焦らずに行きます。でハイヒールをキャロルにかけて、すっかり治っちゃいました。頑張るです。でキャロルも固まるのはあれだけど、あれがあれだけどこれだ。もう一発デュアルキャスト最高。惜しいね、もうちょっとなんだけど。たまたま持続性魔法で軽減できてよかった。これもいける。オッケーオッケー、いい感じいい感じ。なんかたまたまいい感じに軽減できる魔法を打ってきてくれました。嬉しい。ヘビークラッシュ、あーいやヘビークラッシュじゃない方が良かったかな。だけどそれでも1万4000かだいぶ食らってんだ。とりあえずエクステンションハイブラスト、これで瀕死の2体は倒します。このデュアルキャストがマジ強い、鬼のような強さ。待って待って待って、ガードされてんだけど。マジか。回復さえすれば負けません。でリーンはソニックビジョンかな。でキャロルはエクステンションハイブラスト、これで A は倒せるか。よし、B は多分ちょっと残りますね。まあけども決まったようなもんかな。おやべえ、風属性来るとドキドキするな。これで決まりだ。たまにはそうだな、シンフォニックレイン多分倒せるでしょう。よし、いやーちょっと舐めてたね。前回戦った隠しボス3体2体かな、両方なんか全然強くなかったんで、そのノリできたらボッコボコボッコボコっていうか、まあなんか大変でしたね。いやはや、オッケー、これでポンポコ山は終了。え、なんで、あれダメだ、Why? まあじゃあちょっと次の隠しボスのところ向かいたいと思います。舐めてやる。早速ありますね。入ってすぐだったんですけど、あ、ここは近くてよかった。 OK、 じゃあ行ってきましょう。カモーン、覚悟してください。お、また先手取られた。おー痛い、結構強いぞ。作戦決行です。ミューズの守りか、まあ別に盗まなくてもいいですね。火属性弱点か、なるほどね。
アブリルでジャンプした方がいいかもしれないですね。じゃあここはリンはヘビークラッシュ。HP も高えな。1万4000であれでしょ、負けません。レベル94、 HP26 万。ひえー、先の一手を考えて。ディーンが危ないっちゃ危ないんだけど、頑張って飛んでいきます。飛んでっちゃおうかな。ひぃー、やばそう。痛い。残りの力を振り絞ります。ハイブラスト。もうひたすら殴り続けるしかないですね。まあなんか見た感じ脳筋だし、なんとかなるんじゃないかな。高熱で溶かって。2回行動されてるのやばいね、これ。これやばくない？おほー、まあ、なるよね、なるよね。これやばくない？これせめてアブリルは外れないとダメだな、これ。1ヘックスはちょっとダメです。これはあかん。とりあえず最低でもアブリルはこっち行って、ハイヒールでキャロルは回復しておきます。これ痛いな。どうしよっかな。いや、攻撃あるのみ。死んだら死んだでリバイブすりゃええんや。よし、こっち来てくれた。うおー、このままじゃあんまりですね。全体にかけます。完全復活。やばいな。ちょっとハイパーかけよう。ハイパーガツンといくぜ。いきます。で、パッシブリアクト。DP、DP ダウンなんで、まあそんなにこう目覚ましい効果みたいなのはないですが。で、ハイブラスト。まあガードしてるんであれですけどね。まあ、けどガードしててもハイパーかける前と同じぐらいのダメージ出てるんで、これ結構いいですね。で、さらにポジティブリアクトもつけちゃえ。ちゃんとつくかな。そういえば前やった時に同居しなかったんだよな。やっぱしないですね。攻撃魔力アップで。ポジティブリアクトの効果が書いてないから、多分入ってないんだと思うんだよね。これガードでいっかな。ビーストブロープラスって何？プラスって何さ？やばくねえか。エンデランスかけておきます。あ、エンデランス2回って意味あんのかな。これどうなんだろう。うひょー、うひょー、やばいやばい、半端ねえな。一気に片付けてやる。得意です。まあそんな聞くわけないわな。知ってた。まあ、あ、いや、うん、ソニックビジョンもいいけど、 MP あるうちはイントルードのヘビークラッシュ2回とかでもいいのかな。17,000。あ、だいぶ効きますね。こっちの方がいいな。お熱で溶かって。ただやっぱり、お、2万いった。 MP がね、どうしてもきついですね。ここまでしなくて。ガードしてこれかよ。気持ちは負けません。ソニックビジョンですね、もう。 MP チャージ使うぐらいだったら自分でブラスト使った方がね、キャロルは、ね、最終的にダメージでかいと思うんで。シブリアクトでも書くとこうかな。もうあんまり意味ないです。それでも私たちに抗うのです。これで
終わるはず。マジデュアルキャスト最高だわ。これないと生きていけない。よっしゃー。いやーマジ脳筋クソ野郎だったな。水属性の使い方参考になりました。水属性より腕っぷしだろ。はい、ちなみにあのグレッグとチャックはこのボス来る前にレベル1にしときました。その方がブラックマーケットの燃費的にいいから。はい、それじゃあこのダンジョンもざーっとね宝箱を取り漏らしがないか確認した後に次の隠しボス行きたいと思います。はい、ここはあれですね、キャロルと初めて出会ったところですね。あ、下がっちゃった。下がっちゃったけど、確かね、こっちもつけると、左側の、こう、ここまだ行けてないところですね。あと確かね、ここワイヤーフックで行けるところがあって、まあここ、全然序盤の頃だったんで、ワイヤーフックとか当然持ってなくて、まあ、その辺で、行けるところがあったんじゃないかなという気が。あー、お宝箱は2つも。ギャラ転がし、パッドオーメン、でこれで行き止まりか。そっか。じゃあちょっと、ぐるっと回ってって、行けるとこ行きたいと思います。ここですね、ワイヤーフック使ってこの奥へ。お、エレベーターかな。いや違うな、これ仕掛けじゃね。マジックポット、もう一個あった。レッドペッパー、おお、なんか久しぶりに見たな。リリティアがファルガイアに残ったとの噂を聞いた。この施設の存在が彼女らに知られたら機能を停止させられることだろう。これ、分かんなくない？え？どうしよう。ここってこんだけ？そん、ん？おん？ちょっとわかんないぞ。ちょっと調べちゃおう。おー、なんか、全く納得がいかんのだが。これで仕掛けが解けるらしい。これなんか、特にヒントがどうこうとか全く書いてなくて、こんな風に変えようとしか書いてなくて、嘘でしょ。え、なんでなんでそういうものなのみたいな感じ。それでいいのか。下せぬ。まあいっか。はい、でですね、さっき、仕掛けを作動させたことによりここで水が出るようになりました。水が出るようになったということは、ここを凍らせて上がれるようになって封印中がありましたという感じですね。じゃあ行ってみよう。一応これで隠しボス全部終わるはず。あ、なんかゾウさんだ、初めて見たな。なんかちょっとかっこいいじゃん。城塞の守り、おお、35万、また HP 多いな。抵抗がやっぱ低いですね。で風が弱点と。じゃあお邪魔します。ヘビークラッシュ、チャウグナルファウグン、なんだろうこれ、神話に出てきそうな名前してますね。元ネタがその辺にありそうな感じがする。いやー、これもまあなんかもう頑張って殴るしかないね。そんなに慌てないうちです。
レベル 2? わお。なんでこった？リバイブでいいかな。どうせまたターン回ってくるんで、ハイリバイブじゃなくて大丈夫ですね。いや、ちょっとびっくりしたな。これもなんか全く耐えられません。気合で頑張るしかない。気合で頑張るとともにさっさと終わらせるしかない。HP 減ってきてレベル2が出るようになったんじゃないかなと思うんだけど、あ、これは2万くらうな。なんだろう、スタンビートした後は防御がちょっと下がったりするのかな。まあひたすら脳筋プレイで撃破。間に合ってよかったです。はい、うん、もうボコボコで辛かったね。もしかしたらターン経過かもしれないですね。ターン経過でだんだんこう攻撃が強くなるから、速攻で決めないとやばいみたいな感じだったのかもしれない。よし、というわけで、金のエンゼル、ゴールデンエンゼルをですね、取れるだけ取りましたので、装備と生き返っていこうかなと思います。こんにちは。ゴールデンエンゼルを持っているのか。運命とは味な真似をしてくれる。私の一族に伝わる衣の継承者がよもやあんたたちだったとはね。マガバライの一族に伝えられてきた伝説の防具コシュタパワーとゴールデンエンゼルを交換しますか。はい。大げさな話に聞こえたかもしれないな。だがその衣を生かすも殺すもあんたたち次第だ。運命とは誰かに押し付けられるものではないからな。というわけでレベッカちゃんですね。コシュタパワー、あれあった、これかっこいいんだよね。あれですね、2のカノンの装備ですね。結構、あ、抵抗が下がっちゃうのと反応回避も下がっちゃう。攻撃がめちゃくちゃ上がるのか、すげえな。いやけどね、もう片方がユーリー、4のユーリーの装備だったんですけど、あれね、コシタパワーかっこよすぎてこっち以外俺にはない選択肢が。ユーリーもまあ可愛いっちゃ可愛いんだけどね、どうしてもね。はい、というわけでじゃあ次行きます。はい、ネクストはこちら、セシリアちゃん。ガーディアンたちが教えてくれました。ゴールデンエンゼルをお持ちですね。ファルガイアを害する存在を退けてくれたこと、熱くお礼を申し上げます。ついてはガーディアンたちに代わりお礼をさせていただきたいのですが。ガーディアンのなんかやったかな、俺わかんないけど、ガーディアンの巫女の血筋が守ってきた防具、はい、ファルガイアローブいただきます。この装束は私の遥かな先祖がリリティアより推しいただいたもの。ほう、きっとあなた方の力となることでしょう。というわけでアブリルの防具、ファルガイアローブ、そう、魔力上がるだろうなと思ってちょっとね、横島な気持ちでこっちにしました。もう片方はワイルドアームズ2に出てきたちょっとエッチなお姉さん、なんだっけ、名前ちょっと忘れるんだよね俺いつも。アナスタシアだ。アルティシアとかアナスタシアとかね、結構似た名前が多いのよ2。というわけで、続きましていきたいと思います。はい、次はこっちに来ました。ゴールデンエンゼルを持っているな。それは異なるファルガイアから移り来たモンスターが倒された時に残すコアと言われているんだ。彼らの実態、生態には謎が多いが、ゴールデンエンゼルを解析すればいろいろ有用な情報が得られるかもしれない。俺たちバスカーの研究材料として譲ってはもらえないかな。それなりのお礼はさせてもらうぜ。バスカーの新関係に伝わる防具ジェニュインベスト交換させていただきます。この服は柱の一族の証として俺のババアから譲られたものなんだが、タンスの中で腐らせるより有用に使ってくれそうな人間に渡した方がきっとこいつも喜ぶだろう。
そんなね、なんかヒッピー丸出しな格好をしてこっち着ればいいのに。はい、もうちょっとインディアンっぽいんですけど、ワイルドアームズ3の魔法使いマッチョギャローズの服ですね。結構似合ってるじゃん、かっこいいよ。 OK、 じゃあ最後チャックの装備いきたいと思います。はい、最後の一着はこちら。こんにちは。ちょいと手持ちの金が心細くなってきてな。今までの冒険で得た お宝をちょこちょこ売り払ってるんだが、こないだ俺の一丁羅を売ろうとしたら信じられない安値で叩かれそうになってさ、バカにするなって店を出てきたんだ。やっぱ商人には戦いに必要なものの価値はわからんのよな。前振りが長かったかな。よければ俺と物々交換しねえって言いたかったんだが、例えばそうだな、あんたの手持ちのゴールデンエンゼルと交換するのはどうだ。悪くない取引だと思うかな。カミソリのような切れ味の魔力を放つ防具ドミニオンガープとゴールデンエンゼルを交換します。ま、この装備がお前さんの誰かを守る力になれば俺はそれが一番嬉しいぜ。というわけで、アルノーからチャックの装備ドミニオンガープ譲り受けました。魔力がね、こいつに必要かって言われると、まあ、正直よくわかりません。これとね、選択できるのはあれだったんですけど、F の1のリメイクの、執事マクダレンさんの装備だったんですけどね、なんかそれよりはちょっとアルノーの服着せたいなと思って。あと俺完全に忘れてたんだけど、キャロルまだでしたね。じゃあ正真正銘そっちが最後だわ。それで、最後ですね、行きたいと思います。はい、最後はこちら、リルカちゃん。あー、それゴールデンエンゼルだよね。諸国漫遊してる間に聞いたことがあるよ。エンゼルはものすごく強いモンスターを倒したものすごく強い魔法使いの証、持ってるだけであやかれる縁起物って。それがあれば今度こそテレポートミスしなくなるかも。ゴールデンエンゼル譲ってもらえないかな。クレストソーサレスの防具ミラージュブレザーとゴールデンエンゼルを交換いたします。ありがとう。なんだか今度こそきちんとテレポートできる気がしてきた。というわけで、キャロルちゃんに新しいお召し物だよ。これ、あ、なんかロリ感あるね。もう余裕で魔力カンストしちゃってるんですけど、まあよかろう。全体的に反応が落ちちゃうのがなんとももにょるんだけど。はい、リルカの装備ですね。2杯絶対領域、ドリッコの絶対領域、犯罪集がする。ちなみにもう片方はバージニアスピリットっていうね、3の主人公バージニアの装備でした。そっちもね結構可愛いんだけど、まあ、なんかこうせっかく魔法使いだしこっちかなと思って。あと俺バージニアスピリットは昔やった時に着せた覚えがあるからっていう理由です。はい、というわけでジェットにあるのコスプレ大会がね完成しました。よし、いやほんとコシタパワーがマジかっこいいわ、これ大好き。はい、というわけで無事ね全員コスプレも完成したんでこの辺にしたいと思います。次回はまたね、ちょこちょこっとやろうと思ってるイベントもあるので引き続きやっていこうと思います。それではどうもありがとうございました。